全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。18頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、8番モコモコグレイ、ずっと前につけました。2番手6番フライアクセル、9番テニーアーケード好位をキープ、15番ホールフーズ、そのうち1番センターカメハメハ、各馬1コーナーを目指します。内から3番ブライトアップ、内側5番アテナ、2番ゴーゴーエリザベス、外から13番ドバイウィングス、1番人気18番アメリカンシスターこの位置、内から17番サクラリーブ、これを見るように内側11番ニコスマイル、これから向こう上面に入ります。内押さえて4番 M 字開脚、7番ピカチュウ、外を押さえて14番アイリス、少し差が開いて16番とんかつ定食。 1000m の通過タイムは1分0秒7、内から10番パーク恋心、最後方12番サタデーサウンド、18頭1段です。先頭は依然モコモコグレイ、さらに6番フライアクセル、15番ホールフーズ好位をキープ、そのうち3番フライトアップ、これを見るように外側9番テニーアーケード、内押さえて5番アテナ、18頭大欅の向こうを通過、内から2番ゴーゴーエリザベス、内から1番センターカメハメハ、1番人気18番アメリカンシスターこの位置、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線勝負、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭モコモコグレイ、そしてフライアクセルモコモコグレイ粘っている。先頭はモコモコグレイ、アメリカンシスター外から差を詰める。 200m を通過した。追い上げるアテナ、ここで先頭が入れ替わる。ドナイウィングス粘っている。モコモコグレイ伸びている。ドナイウィングス先頭で合流、勝ったのはドナイウィングス、鞍上は川田優雅騎手。ドナイウィングスブリーダーズカップを制しました。2着ピカチュウ、3着は混戦の模様です。